はい、こんにちは。今日は広島県広島市安佐北区安佐町小河内あざ高野地区に来ております。まあ、通称高野集落と呼ばせていただきます。ここに集落があったみたいで、集落の個別配置役図がマスカー氏によって作られておりますので、これを元にして集落を巡っていきたいと思います。今回は特別編ということで、ほとんどノーカットで集落を回っていきたいと思います。現在はね、このような場所におります。周りはまあ藤棚とかいろいろあるんですけど、このような場所におります。で、一応この裏側に説明書き、この集落についての言われが書いてあるんですが、後ほどね表示したいと思います。では集落を巡っていきます。まあ改めてこの集落はノーカット版ではなくて、編集したバージョンも後日撮影したいと思います。今回は特別編ということでノーカットで、ノーカットまではいかないですけど、まあほとんどノーカットせずにお届けしたいと思います。下の方には水田跡と思われる場所があるんですが、現在はね杉が植えられております。このすぐ近くには影浦亀人邸があったようですが、現在は杉が植えられておりますね。では進んでいきます。少しだけ集落の方回ってみたんですけど、まだ全体は見ておりません。一部どのような集落か見てきました。いろんな石垣とか遺構が残っておりまして、マスカー氏によってこの辺は整備されているのではないかなと思います。次はどこに住んでる、この先行くと坂本邸に到着します。なんかね、このような遺構がいろんなところに残ってるんです。ここに坂本邸があったようです。下には、ね、ここに基礎となるようなものが残っております。そしてここに坂本邸があったようです。ここに水場らしき遺構が残ってますね。このような遺構が残っております。ここには大きい岩、ここに屋敷が建っていたようです。倒壊跡もありますね。もうすでに倒壊してしまっているようです。そしてこっちに進むと高田邸があったようですね。ここに道らしき遺構が残ってますね。こっち進んでいきます。
この辺りに高田邸が建っていたようです。登ってみます。遺構が残ってますね。また先ほどの石垣のような場所が出てきました。このようにここだけぽっかり空いてますね。そして何かの遺構ですね。湯殿っぽい感じはしますけど、ここに立っていたみたいです。こっち行けば分かるかな。下には通路らしき場所があります。そしてここには石壁があります。石壁ですね。これは失礼します。ここに瓶灯も散乱してますね。ここに屋敷があったみたいです。それでは次に進んでいきます。この石垣の道を通っていくと、佐々木邸という屋敷跡があります。しかし石垣がすごいですね。この辺りから佐々木邸に通じているみたいですが、どこだろう。位置が見当たらないですね。そしてここを通っていきます。どこかに佐々木邸に通じる道があるみたいなんですが、見当たらないですね。これかな。ここに分岐点があります。いや、こっちしかでもなさそうです。この道は佐々木邸に通じる道を通り過ぎてしまったかもしれない。また帰って見てみよう。後から。
タケノコがすごいある。ここにも石垣に向こうがあります。これは何かの遺構ですね。なんだろうこれ。ここにね、遺構があります。そして、この分岐点右側に行くと、神社跡があります。タケノコがすごいありますね。この辺とか。すごいきっちり竹を切って整備しておりますね。はい、鷹の公会堂跡地と書いてあります。令和2年8月建立者増川啓司ですね。そしてここに鷹の古る八幡神社があったみたいですね。あるのは瓦が散乱しているだけでしょうか。向こうにも何かの石柱が見えます。薬師堂跡地ですね。ここで向こうに穴が見えます。しかしタケノコがすごい量ありますね。これ見たら分かると思うんですけど、ここ瓦がありますので、ここに建物が建っていた跡が確認できますね。はい、それでは次に進んでいきます。分岐点の左を進んでいきます。よく整備されてますね。草があんまり生えてないです。ここに上がり道があります。で、上の方には石垣の遺構が見えますね。ここにもね、上がり道あります。右側にここに、ね、上がり道で、石垣の遺構ですね。高さも先ほどのような遺構、穴があります。これは一体何の遺構でしょうかね。この辺は開けてますね。分岐点がありますので右側に進んでいきます。下は獣が通ったような跡がついてます。ここにもね、上がり道があるみたいですが、まっすぐ進んでいきます。ここに屋敷跡が出てきましたね。ここは
どなたのお家かわからないんですけど、タイヤの移行と先ほどのような移行があります。うちはここにもね、建物が建っていて、多分ですけど上本霞邸だと思います。戻って左進んでいきます。ここにもまた遺構ですね。これは一体何なんだろう。本当に薄くしないかな。上に何かの遺構があります。ちょっとね、上行ってみます。あれはお墓かなんかの遺構でしょうか。何かの遺構ですね。じゃあ次行きます。ここにも建物が建っていたそうです。ここは上本霞邸、ここが上本霞邸みたいです。先ほどの場所は違ったのかな。あ、この瓶が落ちてますので、ここが上本霞邸だったようです。広い。ここが上本霞邸があったみたいです。もう少し上がります。やぶになってますね。もうここも道が通じていたようなんですけど、ここは整備されていないようです。で、この辺りに家がありまして、佐々木群雄邸が建っていたみたいです。まあ、一部瓦とか残っているのが確認できます。と、基礎となる部分でしょうか。この辺が佐々木群雄邸です。では一度戻ります。戻ろうと思ったんですけど、上の方を見るとすごい石垣が積まれてます。ちょっと上まで見に行ってきます。本当に石垣の遺構がいくつもありますね。崩れてる部分もありますし、すごいな。これなんか屋敷が建っていそうな石垣ですよ。すごい石垣ですよ、これ。大きいものから小さいものまで、いろんな石が積まれてます。はあ、これは水田の跡ですかね。すごいな。こっちからかな。瓦がある。
石垣の上まで登ってきました。調べてみたらここに佐々木明邸があるようです。こっち側から登れそうですね。先ほど竹の藪があったと思うんですけど、あそこから登れたみたいです。ここ多分通じていた道ですね。そしてこっちかな。こっちに石垣の遺構と階段がありますね。ここにもう石垣は崩れてるみたいです。ここに石垣があって道となっていて、ここ階段ですね。ここに階段があります。ここに佐々木明邸があったみたいです。壺も残っておりますし、開けてますね。ここはすごい。たらいらしきものと瓦が落ちてます。これは瓦ですね。これ五右衛門風呂かな。なんか、たらいか五右衛門風呂っぽい気がしますけど。で、あそこに大きい壺ですね。向こうの方に行くと笹立てがあるんです。ここかもしれないです。この今登ってきた階段の左、この辺りかな。え、これなんだろう。これ何の機械だろう。ちょっとよくわからない機械があります。なんか、なんだろう、これわかる方いますかね。ちょっとね、調べてみます。この辺を今、佐々木明邸です。ここの辺はここにも、登る道が築かれてますね。この下を通っていってみます、すごい昔の遺跡って感じがしますね。まあ、この辺は段々となってて水田がありますね。水田という畑なのかわからないですけど、ここに道らしく、この辺石垣があったみたいですけど崩れてますね。下側崩れてるのが見えます。あ、ここに壺がありますね。もしかしたらこの辺かな。笹立て、ここの辺のようですね。瓶とかもありますので、ちょうどピンポイントで笹立てに来ております。全体の様子はね、こんな感じで瓦が散乱してます。そしてここに、湯殿が築かれてますね。五右衛門風呂が見えますので、でここが水場のようです。瓶を下に他見ていきます。おそらくここが一番上の家屋ではないかと思います、この辺も瓦がありまして、かなり大きかったことが伺えますね。ウスもあります。ここにウスも伺えますということで、一旦下の方に降ります。
はい、分岐点まで戻ってきました。どうやらここは佐々木兼六亭のようです。この先行くと佐藤亭があるみたいですね。ここ佐々木兼六亭ですね。この先に行くと佐藤亭があるようです。ちょっとね、進んでいきます。現在地がつかめない。ちょっと電波が入らない。こちらを進んでいきます。この辺りに佐藤亭があるみたいなんですが、ここのようですね。だけど見当たらない。どうやら佐藤亭はこの下のようですね。この下に下っていくとそれらしき子が残ってました。こう下下っていくと、まあ、水路が築かれているんですけど、この辺りのようですね。何かの石柱みたいなものがあると、おそらくこの辺ではないでしょう。水路も築かれてます。で、ここにね、また遺構が見えてます。ここに屋敷が建ってたんじゃないでしょうか。佐藤亭はこの辺りにあったみたいですね。ちょっとね、他にそれ屋敷遺構が見えないんですよね。あ、ありました。これが佐藤亭のようです。なんか壺とかね、瓦が散乱してます。と、あそこが五右衛門風呂のようですね。五右衛門風呂も見えます、ここから。そしてここに水路の跡かな。水路らしき跡はあります。なんだこれは。まあ、この辺は瓦ですね。かなり大きかったみたいですね。上本敏夫邸にも行ってみます。はい、上に戻ってきました。この先に屋敷があるようです。ここは通路になってるのかな。この先のようですね。階段が見えます。ここが上本敏夫邸のようです。失礼いたします。ここにも、ね、石垣がよくあります。で、もう石段には木が生えてますね。ここが屋敷跡のようですね。臼も確認できます。というかこれすごくないですか。臼の空いてるところに木がちょうど生えてる。これいずれ太くなったら大変でしょうね。あの木瓦が散乱してますね。ここが上本敏夫邸だったようです。手帆とかね、ここにも誘導のがありますね。おそらくこの辺から水が来てたんじゃないですか。これなんだろう、水路なのかな、よくわからないですけど、まあ、この辺から水を取ってたんじゃないですか。ちょうど釜じゃなくて五右衛門風呂もありますので、ここで水を取って入ってたのかもしれません。いいよ。
じゃあ次はね、また下の方に降りていきます。分岐点に戻ってきました。次は上本勝邸に進んでいきます。この先にあるようです。随分と開けてますね、この辺は。水田で間違いないようですね、この辺周辺全体が。石垣が見えてきました。あ、先ほどの場所から通じていたみたいですね。ちょっと下ってきて出てきましたけど、ここにも家屋が建っていたような跡がありますね。ここはちょっと不明ですけど、この上さ、多分先ほどの場所に通じているんじゃないかと思います。先ほどっていうのは、あの佐藤邸ですね。なのでね、こっちに行くと上本勝邸があるみたいです。ただどの辺りなのか見当がつきづらいんです、ね、ここかな。この辺りにもまた、ここの辺ですね、これですね。ここが上本勝邸のようです。そして下に行くと増川邸があります。これちょっと戻って分岐点を左ですね、分岐点を左に進んでいくと石柱が残ってるようです。しかし石垣もすごい、本当にどれだけこの集落が豪邸だったのかが分かる気がします。この石垣の以降を見て、ここはまっすぐ行きます。まっすぐ進んでいくと増川邸の石柱が見えてきます。でここにね、なんか遺構が残ってます。はい、ここですね、増川邸の跡地。令和2年8月建立者増川慶当82歳って書いてあります。もしかしたらあのここの屋敷に住まわれていた方が建てたものなのかもしれないですよ。ここ増川慶さんの跡地かもしれないです。あそこに水場の遺構がありますね。と、これは水鉢ですね。でここには多分湯殿かな、湯殿があった跡があります。五右衛門風呂が見えますので、ここに湯殿があったみたいですね。もう少し進んでみます。ここに増川慶さんの屋敷跡があったと思われます。ガラガさんになってます。ここですね、ここに立ってたみたいですね。もう今一部の遺構しか残ってない。本当敬意を表したいですね。このようにして道を整備してくれて、水も残してくださっているということに。ちょっと時間の問題であと一軒だけしか回れないので下の方に行ってみます。
先ほどの分岐点、この下を下っていきます。水田の向こうがここから見えます。この下を下っていきます。最後の一軒は安立、小立てかな、がこの下にあるようです。この辺りにあるんだ。この下を下っていくのか、この辺かな。この辺に小立、安田邸があったのではないかと思うんですけど、どうだろう。石垣の一個しか見えないけど、ジャンプ、この辺りだろうか。石垣、水田の向こうを降りてきてます。どこにあるんだろう。でもなんか道が築かれてますね、この辺は。この水路に沿って降りていくとあるかもしれない。この辺りで間違いないようなんですが、どうも今の装備では見つけるのは不可能なようです。ということで、また改めて撮影の方を行いたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。